はい、こんにちは、じゅんいちです。いや、やっと車検から帰ってきました。結局ね、ナンバー取ったやらさ、ね、なんだかんだ言って三河ちゃんや。そうそう、今回そのね、なんで抹消したかっていうのは、公認車検を取るために手続きが必要で、本当は自分山口県だったんで、山口まで持っていかないと公認が取れないという状態だったんで、今回愛知県に住所を持ってきて、でそのまま愛知県の陸運局で公認を取って、めでたく三河ナンバーになりました。もうこれで仲間やな、お前も。そう、俺もこれで立派な愛知県民になっちゃいました。ということで、今回の、まあ、車検の項目はその公認とアーム類、僕変わってるんで、締まりのね、こういうとこ変わってるんで、これの公認を取ったっていうのと、あとフロントも一部変わってるから公認を取ったっていうのと、あとは今後壊れていくっていうところが結構やっぱりあるんで、3,4 も、まあ、今回それを中心で、リアだけ今回中心で作業してもらいました。で、変えたアームはとね、まずもう行っちゃおうか。お会長や、うん、早速行こうか。はい、これこれ純正、うん、これはね、純正のリアの A アームっていう、まあロアームって言ったら簡単な言い方かな、うん、A アームで、これを今回見たかったんだけど、ニスモのこれね、アームに変わりました。で、これ裏面見たら普通のこういうので、で、ニスモのやつになると見える見えるかな。あ、これだね。うん、この補強板が結構入ってるやつに変えて、まあ強度アップみたいな感じで変えました。で、あとは高木さんのとこのオリジナルメニューで、今回ちょっと自分ここ映るかな、このリアのナックルなんですけど、で、ここをハイキャスに向かってこう伸びてる棒なんですけど、ここの、まあ、ブッシュがちぎれてたっていうのがあって、で、ここだけ打ち替えても仕方ないんで、高木さんとこのオリジナルメニューで、このリアのナックルのリフレッシュメニューっていうのが高木さんとこであります。で、今回これね、すごい綺麗ね、うん、めちゃめちゃ綺麗。そう、全部のこの取り付け部のブッシュ類は全部ニスモのブッシュに打ち替えてあるもので、あとはこう綺麗なのはサンドブラスト仕上げをしてもらったので、ね、価格が、まあ、約4万円部品代だけでね、工賃はまた別っていうことで、で、これは高木さんのとこで在庫があって、あとなんて言ったらいいかな、ドラ車とかそういうのも抜かんといけんので、まあそれがすんなり抜ければ予約制で、日帰りで朝一からやれば日帰りで作業できちゃいますっていう作業なんで、もしですね、こういったとこ34絶対これ破れてくるんで、まあもしここだけ変えるっていうんであれば、もうこう全部変えちゃった方が、後々また外したり打ち替えたりっていう作業がなくなるんで、まあ今後の壊れないメンテナンスとしてはいいメニューだと思うんで、皆さんぜひですね、ちょっと気になった方は高木さんのとこに依頼してみてはどうでしょうか。いいと思います。いいね。うん、と、あとはで、このナックルを外した時に、で、僕の場合はもうもっとついでで、いろいろ作業をやってもらったんですけど、リアのハブベアリング、まあ、こういったのがあって、ベアリングこれね、初めて見たでしょ。見たことない。そう、これも結構34とか日産系結構壊れてくんで、 S15 乗ってたりする人とかも壊れたりして、これ壊れてくると結構走行中にジャダー音がザーってしたりするん で、自分は特にそういう症状はなかったんですけど、もう十何万キロ車体自体走ってて、足も一切変えてなかったんで、まあ、今後壊れる前にこれを変えました。新品に今回これ外したやつです。これを新品に変えて、で、あとはこれを変えるついでに、ここのハブボルトもうこれ今回新品が入ってます。もうこれホイールつけて錆びちゃってるんですけど、これ全部新品です。ハブボルトは、あ、こっちか、内側か、ワイトルがついてるんで、うん、全部新品に打ち替えてもらいました。あとはまあ車検なんで、ファンベルト類は全部変えたっていうぐらいで、
であとブレーキのオイル交換だったりエンジンオイル交換だったり、まあ、そういったもろもろの基本整備っていうのもやってもらって車検通しました。はい、まあ、今回車検やった内容は、まあ、これぐらいです。リアだけやりましたっていうことと、あと今後は、まあ、今回リアやったんで今後はあとフロントの、まあ、アーム変えてるんでもうちょっと変えるアームがあるんでそれをやってハブベアリングもせっかくなんでフロントも全部変えてやればもう足回りは特に触ることないんで、あとはメンバーの補強だったりミッションのマウント変えたりだとかそういった一部分の作業にも限られてくるんで、はい、以上ですね。変えたとこは、うん、まあ今後もちょっと地道にね高木さんに作業をお願いして車のチューニングを進めていこうかなって思ってるんで、ぜひぜひですね、また一部分部分ですね、その作業のポイントだったり、まあ、ここやった方がいいよっていうのはちょっと高木さんと今後動画配信していけたらいいねっていう話なんで、まあ、動画にしていってちょっと皆さんに少しでもより良いものを紹介できるようにちょっとやっていこうと思うんで、ぜひ、見てください。はい、ということで今回は、僕の車車検取りましたっていうのと、あとアームを変えていきましたっていうのと、あとこの高木さんのリフレッシュメニューの紹介ですね。でまた高木さんのところは概要欄に、まあ、住所とかまたリンク貼っておくんで、まあもしこういったアーム交換とかそういったものが気になる方がいればぜひちょっと問い合わせて、高木さんのところで作業してもらってください。はい、ということで今回は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。